ですね、ワーゲンのシューティングブレイクのちょっとレビューをやっていきたいと思います。あ、僕の車じゃないですよ、これ展示車です。展示車、これめちゃくちゃかっこよくないですか。フォルクスワーゲン結構デザイン変えてきてめちゃくちゃかっこいい。シューティングブレイクめちゃくちゃかっこいいんですよ。価格はですね、まあ、いろいろオプションとかつけて692万1000円という、まあ、700万近い、お車というところでですね、まあ、いろいろこう頭金を何百万か300万ぐらいやると月々3万円とかですね、こういうプランが充実しているという感じになっております。あのフォルクスワーゲンはですね、トヨタがやってるディーラーがやっぱ一番いいんですよ。あの、まあ、接客もいいですし、あ、まあ置いてある車も、まあ、それ一緒なんですけど、やっぱ違いますよ。うん、あの見てください、ここお尻、もうここが好きなんですよね。このポルシェのマカンっぽいんですよね。あの、わかりますかね、ちょっとこうなんかこう卵みたいな、これがこうシューティングブレイクにはあって、めちゃくちゃポルシェのマカンっぽくてかっこいいです。これめちゃくちゃかっこいいです。街中でも見ないっすもんね。まずやっぱ走ってるとこ見ないですよ。タイヤも結構でかくて、うん、大きめで、どっちかというとこう SUV っぽいんですよ。ボルボみたいな感じで、あのちょっと低くないっていうか、うん、SUV ステーションワゴンみたいな感じです。これ確かですね、鍵持ってたらこれで開くと思うんですけど、サンダルですいません、ちょっとあのこんな感じで、ゴルフバッグとかも余裕で、あの余裕で入りますね。うん、まあこういうのとかですね、あったり、まあ、これはどこでもありますけれども、まあ、これもそんな大したあれじゃないんですけど、まあ、こういう風なボタンで閉まるというような感じで、中身どんな感じですかね。中身は意外に広いんですよね。うん、あの座ってみると全然広くて、シートもいいんですよ。これ多分いいシート入れてると思うんですけど、なんか割といいです。入ってみますか。よいしょ。あ、いや、あのめちゃくちゃ、あの全然広いです。うん、あのベンツの G クラスもちょっと一回試乗したことあるんですけど、変わんないですね。あれなんかでかく見えるんですけど、いざ乗ってみるとですね、あんまなんですよ。うん、こんな感じでちょっと上電気が、あ、今ちょっとエンジンがあれですね。こうサンルーフもあって、めちゃくちゃかっこよくないですか。これもちろん自転車でこう閉まりますんで、こんな感じでですね、結構こう細部までボタンという感じ、結構いいです。運転席こんな感じです。運転席ちょっと行ってみますか。よいしょ、よいしょ。これもですね、これが何ていうんですか、一体化これとしてるんで、うん、あのまあ、最近の車っていう感じですね。よいしょ、よいしょ。こんな感じで中身は、運転席はこんな感じでございます。うん、これもね、電動とかで、まあ、これあ当たり前な、機能なんですけれども、よいしょ。あー、ようこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。結構こんな感じでですね、あの、うん、ダウンスタートで、まあワーゲンは結構シンプルなんですよ。この辺がポルシェとかとベンツとかと違って、なんかやっぱこの辺が結構シンプルなんですよね。うん、高級ワーゲンの中で高級車になってもこの辺変わんないんですよ。あんまり、割と300万台の車とかと変わんない、感じですね。まあ、これがこう、まあいいという人たちやっぱいますけれども、僕はなんかどっちかというとポルシェみたいな感じにしてほしいですね。ワーゲンもこう700万近いいい車ってなると、この辺もなんかボタンでコックピットみたいな感じにブワーって、もうちょっと高級感のある感じにしてほしいなという要望はあるんですけれども、こんな感じで上も、まあ、こういう、これで、あのあれなんですよ、これがサンルーフがボタンが、あるということですね。いや、こんな感じでレビューしていきました。はい、皆さんぜひ、フォルクスワーゲン選ぶならトヨタのディーラーで購入してください。はい、最高な、
車ですので、ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。